はい、こんにちは、ポロです。今日はですね、2020年12月31日大晦日ということで、こちらがですね、今年最後の動画になります。まあ1年振り返ってみてね、今年はどんな1年だったでしょうか。まあコロナウイルスの影響がですね、こう全世界的に広がったので、やっぱりそれでね、大きく生活が変わったって人も多いんじゃないかなと思います。まあ僕個人の話をしていけばですね、まあ今年から本格的にこう、まあ、コンテンツクリエイターとしてまあ、活動するようになって、まあ、本当にいろんなことにね、チャレンジしてきた1年だったなと思います。まあポッドキャストとかブログとかで、ね、僕の1年のね、成果報告というか、どういうことをやってきたのかっていうのは、まあそこで公開してるんで、まあ詳しくはそっちを見てほしいんですけど、まあブログ、YouTube、ポッドキャストとやってきたし、あとはまあコンテンツですね、電子書籍。電子書籍が14冊ですね。3月からスタートで14冊で、オーディオブックが、6冊、8月からスタートで6冊、ユーデミーが9月からスタートで 10本の動画が、出てます。だからまあかなりのペースでコンテンツも作ってきたし、情報発信もブログ記事だけでも670記事ぐらいあるんで、かなりですねやってきたかなっていうふうに思うんですけど、まあ来年はこれ以上にですね、こう数が増えていくんじゃないかと。情報発信の頻度はちょっとね、落とすと思います。特にブログに関しては3つあって、すべてのブログをですね、まあ、結構な頻度で上げると、他のことにこう、手が回らなくなるので、ちょっとこう、数を減らしつつ、だから670記事は来年はいかないと思うんですけど、まあ、YouTube とか、Podcast に関してはね、Podcast は今もこう、毎日更新続けてますけど、Podcast はおそらく来年も毎日更新すると思うんで、まあ、365。になると思うんですけど、 YouTube はちょっとね、状況を見ながらこう毎日更新したりしなかったりって感じになるかなと思います。で、まあ今後ですね、2021年どういう風になっていくのかっていう話なんですけど、まあ僕の2021年以降のプランについてはまた別の動画でね、お話したいと思うんですけど、まあこれからですね、やっぱりまず間違いないのは、こうインターネットに参入してくる人の数が増えるっていうことですよね。やっぱりこう、もう会社の収入だけではやっていけないとか、もしくはもう会社の収入だけに依存するのはもうやばいっていうね、ふうに感じる人が増えてくるんで、そうするとやっぱりみんな自分で稼がないとっていう意識になると思うんですよ。で、まあアルバイトを始めたりとか、そういうようなことをする人もいると思うんですけど、やっぱり個人が小資本で何かね、お金を稼ごうと思ったらインターネットを使うっていう選択肢しかないので、間違いなくインターネットをね、参入してくる人が増えてくると思います。で、母数が増えればですね、当然その中に含まれる優秀な人の数も増えるので、これからですね、やっぱりそういう、まあ一部のすごく優秀な人たちと戦っていかないといけない。そしてその業界にはもうすでに成功している人がいっぱいいるわけですよ。だからそういう人たちとも戦っていかないといけないので、今まで以上にこう、まあ戦国時代のようなね、状態が続いていくんじゃないかなと思います。なので、まあその中でどうやって戦っていくのかってことを考えないといけないんですけど、やっぱりこうゼロスタートの人はですね、よりこう、なんていうんですか、パーソナルな感じで攻めていくのがいいかなっていうふうに思うんですよね。こう例えば成功してる人であれば、まあ、不特定多数に向けてバーンとこう情報発信すればね、それだけでもこう響いてお客さんが集まってきたりとか、商品買ってくれたりすると思うんですけど、無名の人間がバーンとこう情報を出したところで、誰も引っかからないし、当然商品も買ってくれないみたいな感じになると思うんですよ。だからよりこう1対1で密な関係を作るっていうのがこう、まあ、ゼロスタートの人の戦略かなと。逆にそれがですね、その、まあ、成功してる人の弱点でもあるんですよね。そういう、まあ、多数の人、たくさんの人を相手にしてるような、人っていうのは1対1の密な関係ってなかなかこうできないんですよ。その物理的にというか数が多すぎて、だからそこが逆に弱点になっているというか、やっぱりその例えば何かあなたがですね、オンラインサロンとかに入ってて何かこう問い合わせをしたとしても、その問い合わせの回答が雑だったりとか、もしくは無視されたりするわけじゃないですか。でもそのそういうことによってやっぱりね、お客さんの心が離れていったりとかするわけですけど、1対1のゼロスタートでもう本当にね、そのパーソナルな付き合いができる人っていうのは、そういう意味ではすでに成功している人たちよりも優位性があるわけです。だからインターネットってやっぱ飛び道具みたいなこうイメージがあるんですけど、逆にそのパーソナルな付き合いっていうところが弱いんですよね。だからもし今後そういうふうにね、何かゼロからスタートして結果を出していきたいっていうんであれば、いきなりこう不特定多数にボンとね、何か情報発信をしてこう
バッとね人を集めようとするんじゃなくて、一人一人とのこう付き合いを、ね、濃くしていくみたいな感じで時間がかかりますけど、やっていくのがもうそれしかないかなと。でそれが差別化になるんですよね。もう〇〇さんだからこの人のメルマガを読みますとか、〇〇さんだからこの人の商品を買いますってできるじゃないですか。いやそれも差別化なんですね。自分の何かこう強みとか武器とかそういうものではなくて、単純にそのパーソナルな関係っていうだけで、やっぱりもうライバルと差別化できるわけですね。実際にあるじゃないですか、そのなんていうんですか、その、例えば自分が美容院で髪を切りに行った時に、そこの美容師さんがですね、自分のことをこう完璧に理解してくれてて、自分にとってベストな髪型を常にね作ってくれるような美容師さんがいたら、多分もうそこに通おうと思うんですよ、ずっと。だってその人がベストなわけだから、自分にとってね、自分の全てを分かってくれてて、自分にとって一番いい髪型を作ってくれるんだから、他に行く理由がないじゃないですか。安くても他に行こうと思わないと思うんですよ。だからそういうような状態を作ることができれば、まだこれからね、後発で参入してくる人も、まあ十分戦う余地はあるかなと思います。だから、うん、まあその数で勝負するというよりは、一個一個、こう、なんていうんですか、例えばカスタマイズしたような商品とか、そういうものを出していくと、まあ2021年以降も後発組はね戦っていけるかなと思います。むしろその数の勝負みたいなものでやると、やっぱこれ大きなビジネスもそうですけど、数で勝負すると絶対に大手企業は勝つようになってるから、もうすでに成功してる人と同じ戦略で不特定多数に向けてボンとね、何かを投げかけてもやっぱり勝ち目がないというふうになってしまうんで、まあその密な関係ですよね。その大企業とかいわゆるもうすでに成功しているような人が弱い部分、パーソナルな付き合いっていうところを、まあ、どんどんね前面に押し出して戦っていくのがいいんじゃないかなと思います。なのでまあこれからですね、何かこうインターネットでお金を稼いでいきたいっていう人、もちろんその情報販売ビジネスとかコンテンツだけじゃなくて物販とかそういうものもね同じことが言えると思うんですけど、まあ、いかにこのね一対一の密な関係を強くしていくか、でそういうお客さんを一人ずつ増やしていくことによって、まあ、長期的にですね、まあ、いい関係が築けるんで、数は多くなくてもいいんですよ。少なくてもいいから、自分とずっとね、長く付き合ってくれるいいお客さんを一人でもね、増やしていくみたいな意識やっていけば、まだ全然ですね、2021年以降も、こう、後発組もね、戦っていけるんじゃないかなと思うので、まあ、まずはですね、そういうなんかこう、数でボーンとね、稼ごうとするんじゃなくて、まずはその一人一人の付き合いを大事にしていってみたいな感じでやっていくのがいいと思います。この YouTube 動画なんかも僕、まあまた別のエピソードも言ったと思うんですけど、もうチャンネル登録者数を増やそうみたいな意識でやると、逆にもうそれがマイナスになるわけですよね。チャンネル登録者数を増やそうと思ったら、こう一般受けするようなものをすれば大体まあ集まるんですよ、チャンネル登録者数っていうのは。まあそういう世の中の大多数の人は好みそうなものをやれば、まあそこそこは集まるんですね。でもそれって他の人もみんなやってるから、すぐに埋もれちゃうんですよ。価値がなくなるわけですね。自分のパーソナリティとかそういうものが出ないわけですよ。自分のパーソナリティとかそういうものを殺して一般受けするものにね合わせてやってるわけだから、結局最初はそれに人が集まってくるかもしれないけども、その後にこう継続的にねその関係が持続するかというとそうじゃないんですよ。だからそういうものを狙うんじゃなくて、もう1人か2人でもいいから、とにかくすごくこう信頼関係の強い人を増やしていく、そういうような意識で YouTube とかブログとかポッドキャストとかそういうものをやっていくと、まあうまくいくかなと思うので、まあ数が欲しくなるね気持ちもわからんでもないんですけど、後発組の人、今更何かね YouTube でチャンネル登録者数を増やして広告収入を狙うみたいな戦略はちょっとね、今からだとちょっともうかなり厳しいかなっていうふうに思うんで、そういう形ではない形で、まあ自分の強みですね、他の人にはないものを前面に押し出していって戦うっていう戦略が、まあ大切になってくるかなと思います。はい、では今日は以上です。最後まで聞いていただきありがとうございます。良いお年を。